ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。国会の方はですね、日本政治の方は、自民党の大掛かりな金銭の問題がありましてね、本当にこう気分が沈みますが、新しい新年も近づいてまいっておりましてね、今日より明日がいいと、そういう社会を作っていきたいと思っております。今日からの話はですね、年末にもなりましたし、日本では体験できないような奇妙な集団での2年間ということでですね、抽象的な概念をですね、このひばりクラブでは大体はお話してるんですけども、たまにはやっぱり具体的な事例に沿って抽象的な話をするというのもですね、非常に役に立つんじゃないかと思いまして、少し点を変えまして、私のちょうどその2年間ですね、2年前の11月ですから、正確に言いますと2年と1ヶ月ということなんですけど、2年間ですね、の体験に基づいて、それが現在の社会、日本の文明、科学、それから人の心、っていうのは、私の専門の領域で、どういうふうに考えるべきであったかと、いうことを総括いたしましてね。そして来年に向かって、より明るい社会の方に向かっていこう。こういうふうに思っております。今からちょうど2年ほど前ですね。この時期ってのは私が2年前の12月にですね、11月30日だったと思うんですけども、突如発病しまして、腸の一部が破れたんですけど、それで、救急車で担がれてですね、大学病院に入院をいたしました。ちょうど知り合いの先生がすぐ来ていただいて、これはもうすぐ入院だってですね、入院してですね。それで入院したらもう途端にお医者さんがですね、これはもうすぐ手術だと。ご家族が来るとかそういうことは待てないと。いうふうにお話になりました。この話は、おいおいどっかでするとしてですね、今日の話題には関係ありませんので。でもその辺の事情をよく思い出すっていう感じなんですね。ちょうどそれから半年ぐらい前、11月の半ば過ぎ、これは私はパソコンに全部予定とかその結果が残っておりますので、きちきちっと調べれば何月何日何時から何時って出てくるんですけど、これはそういう目的のものじゃないんで、そういうことじゃなくてですね、確か神谷さんからですね、電話があって、たように気がするんですね。それで、なんかどっかでお会いしたと思います。それも、場所とか時間とか、調べればすぐわかるんですけども、それもやりません。そんなことが目的じゃないんでね。それで会いましてね、神谷さんが、これは本当に突然ですね。実は、参議院議員に向けてね、選挙に向けて、政治政党をね、作ろうとしてるんだと。もう作ってあったのかな。それで、候補者がいないと。それで、武田先生立ってくれませんかっていう話だったんですよ。もちろん、全然私学者でですね、もう、そういう経験もないし、自分の性格から言ってね、あまり向いてないんじゃないかなっていう気もあってですね、そういう気持ちはありましたが、私は日本の政治、特に子供ですね、それからお母さん、それから、年金生活の人、それからさらに、現役の男性でもですね、なんか、物のように扱われている人、こういう人をとにかく何とかしたいっていう気持ちが常に強いもんですから、で、多少そういうのにお役に立てるかなと思いましてね。それで、その場ですぐ、わかりました。もしそうおっしゃるなら、立候補しますと。こう言ったんですね。それで、神谷さんとはそれまでお付き合いはほとんど SGS っていうですね、ネット放送ですね。に時々お声がかかってですね、出演すると。そういうような関係でした。この SGS っていうのでですね、やっておられたカメラマンの方とか、非常に僕もいいと思いましてね。非常にこう小さな、新宿に近いということになりませんね。新宿の方の事務所みたいなのがありましてね。本当にこう、アパートの一室みたいなところでやっておられまして、そういうのも私、気に入ってたもんですからね。それからテーマも非常に硬いテーマで、主に日本文明とか、私ですから科学ですね。そういったものをやり、やや政府とは違うスタンスで放送されておりましたので、ああ、カメラさんですかというような感じの、最初はそういう人だったんですね。で、そう言われるので、じゃあ私立ちますと言ったら、まあ、神谷さんはその時は少なくともびっくりした顔をしておられました。それで、あ、武田先生、立候補してくれますか？意外ですねって言われませんでしたけど、意外ですねって顔をされてましたね。で、一応僕も、その時一番最初に私が感じたのは年齢のことなんですよ。私の年齢で6年ですからね、参議院議員は。大丈夫かなと思ったんですけど、まあ、ギリギリ大丈夫かもしれない。それからやはり人間っていうのは、こう、弱い人ね。まあ僕ももうそろそろ弱い人の部類に入ってるわけですが、まあもうね、弱い人のためには、その弱い人自身がなんか意思を表明しないと、なかなか人間っていうのは自分が強かったり自分が反映してますとね、やっぱり弱い人の方に目がいかないところもありまして、そういう気持ちが非常に強かったもんですから、まあ私現役の時だったらもうバリバリだったんですけど、まあそういう気持ちもなかったんで、まあお引き受けしたわけですね。そうしましたら、神谷さんがですね、武田先生が出るんなら、私も出ようかなというふうにですね、その時に急に思いついたような言い方をされました。まあこれは言い方ですからね。何もそう言ったからどうのこうなんて言うたいということじゃないんですが。まあ、もしそういうことになればね、僕のその時の気持ちは、まあ、神谷さんでも立候補するチャンスが訪れるならね、やっぱり若い人にそういうチャンスも来るということに自分も貢献できると。まあ、そういう感じでしたね。で、神谷さんはその当時は日本文明とかね、龍馬なんとかとかね、それから大阪の吹田市かなんかの市議会議員になってた時もあったし、なってない時もありましたけどね。まあ、そういう人だってことをおぼろげには知っておりました。評判も時々は悪い評判もありましたね。だけど、まあそういう人がね、若い人が、これから頑張って、日本を良くしようと思ってるならね、協力したいという気持ちもありました。僕も若いうちはね、そういう人のことまで考えて自分の将来を決めるなんていう余裕はなかったと思いますが、まあこのぐらいの年になりますとね、常に自分を少しこう下がって考えてるもんですね。まあこれは若い人が、お年寄りとかそういう高齢者に対して、ちょっとこう、そういうことを考えておいていただきたいっていうふうに、まあ今度のことで思いましたね。若い人は自分のことだけ考えてるんで、お年寄りも自分のことだけ考えてると思うんですけども、弱い人っていうのはそうでもないんですね。もちろんお母さんっていうのは常に人のことを考えておりますしね。まあそういうことで、まあ私もそうだったわけですね。うまくいけばいいなとこう思いましたね。で、まあ、神谷さんの場合は特に古事記の漫画をね、あれ、神谷さんがやっておられたのかどうかはそれははっきりわかりませんが、時々古事記の漫画を見せていただいてね、それでまあ、僕は日本文明、一つは弱い人を何とかしたいっていうことと、それから日本文明が残っていればね、そういうことも少ないということで、そういうことも私としてはありましてね、まあ、日本文明をやってる方なら、心も温かいだろうし、まあ、誠実だろうなと、こういうふうに思いましてね。